先週末、山口きらら博記念公園で2日間にわたり開催されたドッグフェス。はい、どうも。その名もワンナフル山口2023。今日はどちらから？広島から来ました。行こうか。今日は岡山から来ました。会場には80を超えるドッグマルシェやフリスビーを投げて、どうするどうする、キャッチ、フリスビードッグチャンピオンシップなど、県内外からおよそ2万人の愛犬家が大集結しました。はい、ワンダフル山口2023、先週末開催されまして、本当にたくさんの方に来ていただきました、うん、来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございます。こんなに一気にいろんなワンちゃんと出会えるイベント初めてだったので、もう数年分の癒しをもらいました ねかと思えばボルゾイ5頭ぐらいが戯れてるのを見て、もう迫力すごいなみたいなシーンもあったり、いや、本当に、ね、いろんな種類のワンちゃんいましたもんね。いました、いました。さあ、当日行けなかった人も、ワンちゃんにそれほど興味が湧いていないという人も、ここからは癒しの時間でございます。犬の散歩にお邪魔します。改めまして、ワンダフル山口にお邪魔します。それでは VTR ご覧ください。わっ、ダホー。こちらのワンちゃん、はい、犬種は何でしょう？ウルフドッグです。オオカミ系。まあ、オオカミと例えばジャーマンシェパードとか、ああいうのがミックスされて、この子はオオカミの血が 75% ぐらい入ってる。いや、かっこいいですよね。成犬になると70キロ近くになるウルフドッグもいるそうで、ミダスちゃんはまだ43キロですが。そう、食べますね。カリカリと生肉、2キロぐらいは普通に。オオカミが欲しかったそうなんですが、ちょっと無理なのでウルフドッグを迎えた飼い主さん。本能的に警戒心が強く、最後までカメラを気にしていました。ごめんね。ダメおむつが外れて大変です。さて、会場内に設置したおむつをつければ自由に遊べる TYS ドッグランをメインに取材をしました。ワンダフル山口にお邪魔します。はい、あちら。はい、マツコです。マツコ今5歳です。岩手から来ました。フレンチブルドッグのマツコ、なんでも特技があるそうで。顎っていう芸ができます。するとおやつを手に持ち、さて、顎できた。はい、わかりましたでしょうか。顎というと手のひらに顎を乗せます。顎、さて、顎上手。マツコ天才です。うちの子天才です。もう天才です。この日最も多く見かけた犬種は、ペット保険の会社が発表した人気犬種ランキング第1位のトイプードル。触った感触ってどんな感じ？ふわふわ人形みたい。サングラスしてます？してます。あ、してます。あ、今日眩しいから。いや、これ UV カットなんで。今日のファッションテーマ、春ですね。もう春にしか見えません。ふわふわした毛並みはプードルだけじゃありません。ドイツ原産のポメラニアンにもたくさん出会いました。何ちゃんですか？ポンです。5歳。名前の由来は何ですか？もうタヌキにしか見えなくて、飼う前にこの子はポンだねって言って、もう本当タヌキに似てたね。生後間もない頃は毛もタヌキ色、成長すると結構変わるものなんですね。さあ、そしてこちらもポメ。一応ポメラニアンなんですけど、よく聞かれます、何犬ですか。で、前にもミックス出させていただいたんですけど、そう、ポメラニアンに見えないポメラニアン、ピース君に会ったのは1年以上前の筋体矯変。何キロぐらい？今13キロぐらい。よく聞かれます、何犬ですかって。あれからもうちょっと体重が増えちゃう。今15キロぐらいに増えてしまって。
原因はおやつの揚げすぎ、うん、太りすぎは体に悪いですからほどほどでお願いします。さて犬の散歩にお邪魔しますのコーナー開始からおよそ2年3ヶ月、これまで521頭に出会い57の犬種を紹介してきました。この旅は特別編ということであるミッションが課せられます。今回番組に今まで登場したことない新たな犬種を探そうかなと思ってまして、日本にはおよそ200種弱が犬種登録されているそうで、これまでに会っていないこの3犬種を探します。題してワンテッツ、いくつかピックアップしまして、まずはダルメシアン、あの101匹ワンちゃんのモデルですよね。そして、はい、チャウチャウ、チアウチ、中国の。もう一つモップのようなワンちゃん、コモンドール。おー、あ、見たかもしれない。そのワンちゃんたちを番組の中で紹介できればと思いますんで。わかりました。絵が浮かんでないけどわかりました。多分時間的には結構人もワンちゃんも増える時間ですよね。すいません、こんにちは、テレビ山口なんですけども。早速見つけたかもしれません、モップのような毛、まさかコモンドールでは。犬種は何ておっしゃるんですか。これゴールデンドゥードル、あのプードルとゴールデンレトリバーのミックスです、はいはい、うわー、大きい大きい、かわいいですね。ワンテッドとはなりませんでしたが、ゴールデンの社交的な性格とプードルの人懐っこさを兼ね備えたミックス犬、ゴールデンドゥードル。昔からゴールデンドゥードル欲しくて、はい、山口のブリーダーさんがちょうど子犬生まれたのを見つけて。子犬の時はどれぐらいの大きさだったの。本当手のひらに乗るぐらい。生まれたばっかで。そうなんですか。今何年でこれぐらいに。いや、これまだ10ヶ月。10ヶ月。手のひらサイズから10ヶ月でこの大きさ。そうですね。ゴールデンドゥードルすごいですね。だいぶ力も強そうですけど。いやー、毛も気持ちよかったです。トレブちゃんありがとう。あの、ちょっとワンテッドじゃないんですが、珍しそうなワンちゃん発見。ちょっと珍しいなと思ったんですけど、このワンちゃんはどういった犬種なんですか。プレサカナリオっていう犬で護衛犬ですね。オーナー初登場、プレサカナリオ、改めドゴカナリオ。スペインのカナリア諸島原産で、家財を守る番犬や護衛犬として活躍したそうです。凛々しいんですけど、瞳がとにかく愛くるしくて。すごい、ありがとうございます。可愛いですよね。リリリリリ、おて、おて、おりこ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 。性格は友好的、ただ尻尾もまたヒューって長いですよね。エピソードで言ったら、この尻尾で冷蔵庫がへこみました。この尻尾で冷蔵庫へこむ。で、冷蔵庫がへこみました、体重55キロと重量級で、さすが護衛犬、パワーもあるんです。お座り、リリお座り、お手、あーできた、ちょっと、あーこれでパワーが違う。以上に重みのあるお手でびっくりしました。ただ賢いワンちゃんでした。ワンテッド以外にもコーナー初犬種たくさん出会いました、うん、なんていう犬種になりますか。ワイマラナーです。ワイマラナー、グレーの毛を持つドイツ原産の大型犬、いいワイマラナー。毛並みの美しさから小ドッグとしても人気だそうです。こちらは真っ白でふかふかな毛を持つサモエド。まるで笑って見える表情はサモエドスマイルと呼ばれています。あー、かわいい。何ちゃん。タイソンです。強そうな風貌に反し性格は穏やかというドイツ原産のボクサー犬タイソンくん。マイクタイソンから。あ、僕タイソンって言うんで。だそうです。犬種なんだろう。アイリッシュセッターです。アイルランド原産で耳や尻尾に飾り毛のついたアイリッシュセッター。イングリッシュセッターって言います。イギリス原産で絹のような美しい毛を持つイングリッシュセッター。
ちなみにセッター犬とは鳥猟で活躍した犬種のこと。獲物を見つけハンターに知らせるとき伏せの姿勢をセットするということからセッターと呼ばれるそうになったそうです。でバセットハウンドの男の子でリオンって言います。フランス原産で短足胴長の中型犬。飼い主さんはバセットハウンド一筋でリオンちゃんは3代目とのこと。何がそんなにいいんですか。体型似てませんそこです。ちょっとコメントに困りますワンダフル山口で出会った芸達者のワンちゃんをちょっとだけ。虎之助くんです。8歳です。まずはフレンチブルドッグの虎之助。呼び鈴っていうかチンチンってやるやつがあるじゃないですか。あれが鳴らせます。従業員などを呼ぶときに使うあの呼び鈴、一体どういうことなのか。どれいる人何回かすごいですね。教えたんですか。そうですね、教えたら割とすぐ覚えてできる人はいはいはいこう意外とね、いつまでも見てられますよね。ずっと見てたい。続いてはワイマラナーのイーリス。ごめんね、見てます。ゴローンで大きいワンちゃんがいるとやっぱ豪快ですね。豪快。一芸かは微妙ですが、イーリスのゴロロロロロロンです。一説によると体を地面にこすりつけるのは好きな匂いを体につけたい時や満足したという感情表現で言われています。ちなみにボストンテリアのゆずちゃんもゴロロロロロロン得意でした。さて先週末山口キララ博記念公園で行われたワンダフル山口2023。バーニーズマウンテンドッグと、多分バーニーズマウンテンドッグとセントバーナードのミックス犬。この子が山口の保健所からの引き取り。今日は里帰りですね、山口に。ということは久々の山口ですかね。楽しんで帰ってください。かわいい。さてコーナー初登場の犬種パート2いきましょう。こちら犬種なんですか。それはレオンベルガーって言います。ちょっと初めて聞いたんですけど。じゃあ滝沢カレン知ってますか。わかります。はい、滝沢カレンの旦那さん飼ってますよね。それと同級生。あともう一人いたら狩屋崎華道家の、はい、あの人も同じ犬種飼ってますよね。ピンとくるような来ないようなご紹介でしたけども、ドイツ原産のレオンベルガー。レアな犬なんで皆さん知らないけれども飼いやすい。めちゃくちゃ破壊行為もそんなにないし性格が優しい。これ何柄になるんですか。ブルーマール。こちら犬種ではありませんが大理石のような毛色のポメラニアンや、パッと見ると何の犬種かわからない、こちらはブルーマール柄のボーダーコリーです。これ何ていう犬種ですか。ピットブル。ピットブル。全身筋肉に覆われたくましい姿が印象的なアメリカンピットブルテリア、通称ピットブル。こちらのワンちゃん何犬ですか。ロットワイラ。ドイツ原産のロットワイラー、最古の犬種の一つであると考えられ、その起源はローマ時代まで遡ると言われています。かわいい。なんかこのマロみたいな、ね、眉毛がかわいい。引っ張られない。大丈夫。でもね、本当にね、たまにこけるとき頑張って。こちらはアルプスの少女ハイジでおなじみセントバーナード。かわいいところを教えてください。青の方、ここ青の方にワンちゃんを。ここがね、カタカタになってるのがかわいい。スイスでは救助犬として知られ、体重はなんと100キロを超えることもあるそうです。意外と最近見かけませんね。
さて皆さん、ワンテッド企画忘れてませんか？ようやくあの犬種に出会えました。こちら犬種は何でしょうか？これチャウチャウです。今日チャウチャウ会いました？今日会ってないです。いるかなと思って来たんですけど、いなかったです。中国2000年の歴史を持つ犬と言われ、困ったような表情が印象的なチャウチャウです。この子ペットショップであれしたんですけど、ちょっと一目惚れで顔も可愛いんですけど、ちょっと今寝転がってないんであれですけど、寝転がった時のお尻がめちゃ可愛いです。青黒い舌やこの目元が特徴的なチャウチャウですが、飼い主さんおすすめはこれ。どうでしょう、確かに可愛い気もします。楽しんでますか？楽しんでます。ネネです。ヒワワです。で、こちらはユタです。魅力ですか？なんでしょうね。でもカットが楽しめるし、あの性格も可愛いし、天真爛漫だし、なんかもう全てにおいて可愛いんです。すいません、理由にならない感じで。ペットショップ見に行って、あの抱っこさせてもらうときに、もう僕ら二人に飛びついてきてメロメロになりました。キビです。犬種は何になるんですか？ポメチワです。赤ちゃんの時から何ですかね、ここに乗ってるんで、ここに乗ると仕事っていうのが分かってるみたいで、もう動かない。オールドイングリッシュシープドッグ。なかなかいないっすよ。そうですね、決まり。決まりちゃう。今7ヶ月です。一番大事なのはそれと、まあまあこれだけです。